中国のこういう戦略に対してあんなこと言ってしまうわけでしょ。簡単に怒ったコメント先生も中国にはもう行けないですよね。行きたくないから行かないんですけどね、だって中国に対して私かなりひどいこと言ってるわけでしょ、ひどいことって言い方って中国は悪いことやるからいけないんだけど、でもその悪いことやってるのに対して私はこういうことが悪い、こういうことが悪い、中国が悪いんだと、対中戦略としてはこうだっていうわけでしょ、中国行ったらきっとどうなるか分かんないから行かないですよ怖いですね。その中国のことをいろいろ言ってらっしゃるというのもどこで言ってらっしゃるんですか。ここでも言ってますし、ここでも言ってますし、いろんなところで言ってるわけですね。つまり研究者っていうのはですね、このいろんなところでこうやって意見を発信するのが仕事なんですよ、はい、特にね、大学の先生とかだったら発信する以外にもやっぱり教育っていうのがありますよね。だけどシンクタンクっていうのはですね、大学とはちょっと違うんですね、はい、シンクタンクっていうのは日本であまり強くないもんだからちょっと縁がないかもしれないけれども、でも一応日本にもちゃんとあるんですよ、それなりのシンクタンクは。だけどアメリカほどじゃないですよね。言ってしまえばですね、シンクタンクっていうのはちょうどメディアと大学の中間だと思っていいんですね。メディアの人っていうのはね、この時事的なニュースを正確に伝えることが重要なんですね、はい、時事的なニュースだから適時性すごい大事なんですね、みんなが知りたいと思っているところをすぐ提供するわけですね、はい、生情報として。一方ね、大学とかアカデミックな世界っていうのは何しろね、適時性はあんまり求められないんですね。それよりも正確性を求める、正確で深い研究を求めるんですね、はい、だからもうものすごく掘り下げて、で大体ね過去のものになるわけですよ、正確を徹底的に追求すると昔ね何年代、このアメリカと中国の交渉においてはこんなことがありましたと、はい、今まではこういう研究ではこう言われてましたけど、新しいこの機密解除された文書でをよく読んでみたら、実はこういう内容だったんですとかいう論文書くんですね、適時性全然無視してますよね。その何十年代、何十年も前の話に、正確に今まで言われていた頃がこうだったって知って今更どうなるとかね、思う人も多いわけですよ。だけど正確できちんとした深い研究を出すのが、それがアカデミックですね、はい、シンクタンクってはその中間ぐらいです。つまりある程度適時性がなきゃいけない、例えば政策としてこれからどうしなきゃいけない、今情勢はこうで、だけどね、ただ単にその事実関係だけじゃなくてできるだけ深く掘らなきゃいけない、背景となる情勢はどうかとかね、そういうことをある程度情勢をやって、でもあんまり遅れないでね出さなきゃいけないんですよ、シンクタンクの役割ってそういうちょうど中間的なところにあるんですね。だから私なんかの役割もシンクタンクに働いている人としてね、ある程度時事的で、でもある程度研究の知識に基づいたものを、なんか外に対して説明する、そういう役割があるわけですね。だからいろんなところで喋るわけです、はい、メディアのコメンテーターはメディアの取材をしている人よりね、もっと詳しく説明しなきゃいけないですね、一つはね、こう各国のメディアで喋りますね、それから研究所を中心に短い論文を書きます、はい、それは政策提言を含んだ形の論文ですね、それからもう少しアカデミックなものも時には書きますね、そういうような感じでいろんなことを喋ると。であとあるのはですね、最近私に関して多いのはですね、やっぱり外国のメディアが喋るってことが多くなってるわけですよ、はい、やっぱりアメリカから嫌われてないと思ってるのはボイスオブアメリカとかね、それからラジオフリーアジアとかね、これアメリカ政府が出資してる悪く言うかどうかともかくプロパガンダ機関って言い方しますね。プロパガンダっていうのは、どちらかというと、なんていうの、共産主義的な言葉なのかもしれないけど、要するに宣伝ですね、政治宣伝をする機関なんだと。アメリカ政府としてどういう立場なのかとかね、そういうのを出すもんだと。でもアメリカの考え方っていうのはですね、アメリカ政府の公式文書ですっていうようなものよりも、自由って素晴らしいとかね、そういう感じなわけですよ民主主義って素晴らしいとかね、そうするとね、どっちかっていうとそういうこのボイスオブアメリカとかラジオフリーアジアもできるだけ自由な意見をこう見せつけるというものが強くて、ただね、面白いのはね、私の意見をよく掲載してくれるのは、これボイスオブアメリカとラジオフリーアジアもそうですし、 BBC も最近は出てるんだけど、
あれらなぜか知らないけど英語じゃないんだな英語版だけじゃなくて、あの各国の言語を持ってるんですよ、あれはね、はい、あのつまりその国の人に見せたいわけね、自由で素晴らしいとかそういうの見せたいわけだよね。でね、中国版に書かされることが結構あって、あの書かされるというより、まあ、私としては嬉しいからいいんですけどね、はい、これ読み手中国だろうってことになるわけですよ、うん、さっきの話と相まってね、私が出てるやつって中国に、中国のこういう戦略に対してあの日本と他インドは連携しろとか、台湾は支援しなきゃダメだとか、うん、あんなことを言ってしまうわけでしょ、うん、そうするとね、中国人読めるわけですよこれね、うんうん、中国政府がかなり規制をかけているから読めないものもあるかもしれないけど、でも海外にいる中国人もいますしね、うん、結構読めるんだと思うんです。でそうするとね、この少し教えてくれる場合があってね、長谷さん、あの長谷さん最近人気になってますよ。人気ってどういう意味だ、うん、この人はね何を言ってるんですかってコメントがいっぱい来てますよ簡単に怒ったコメント大人気ですね。あ、大人気ですよ、うん、やっぱり中国行かない